何気ないトップシューティングホールがディアボロスゼータ師匠を傷つけた。何気ないトップストロングスパイラルがストームゲンジ師匠を傷つけた。そして傷つき合った二人は結ばれた。覚醒連結ダブルクロス DD ゼータ、光闇火の7コスト、ディスペクターアーマードドラゴンワールドコマンド、パワーが8000、エクストライフダブルブレイカー、自分のクリーチャー全てにスピードアタッカーとスレイヤーを与える。このクリーチャーがアタックするとき、このクリーチャーのエクストライフシールドを墓地に置いても良い。そうしたら次の自分のターンの始めまで相手は呪文を唱えられない。現在はドラサイ型のゴシコンに使われています。発売前こそそこまで騒がれませんでしたが、いざシャバに出るとぶち壊れていたカードです。例えばゴシ同型では通常先にロストソウルを決めた方が有利になるのですが、4ターン目にドラサイザーディクリカ、ドラサイダブルクロス DD ゼータと動けばロストもクソもありません。なんとそのまま殴り切って勝つゲームになりました。ロストで勝ってもいいし、ダブルクロス DD ゼータで勝ってもいいわけです。これまでロストやドルファに依存していたナワネマループやアオタンスコーラー、墓地対価などの対面もダブルクロス DDZ 発射するだけで実質トリガー貫通しつつのエクストラターン。また最近はアルモモや赤タンが強い環境だからこそ、受けになりきらないナウアネバよりブロッカーにもなりエクストライフも残るドラサイの方がトリガーとしての信頼度が圧倒的に高く、そのドラサイから出す先として頭一つ抜けたポテンシャルを持っているというわけです。しかも革命チェンジと組み合わせればまた次のターンも利用可能。例えばダブルクロス DDZ 革命チェンジでミラダンテ、効果でドラサイ打ってまたダブルクロスDD ゼータみたいな、例えばダブルクロス DD ゼータ革命チェンジバスターでデッドダムデッドダムデッドダムと侵略フルパンみたいな、これまで 5C の課題だったフィニッシュもこれ1枚で解決できるようになりました。さらになぜか味方全員にスピードアタッカーとスレイヤーまで付与するので、ドラサイやヘブニアで蘇生してもガチガチですし、バラモルドなんかもデッドダムからデッドダムと侵略で適当に自滅特攻しているだけで一瞬で破壊できます。ということでこのダブルクロス DD ゼータ、バグぶち壊れイカレスペックにもかかわらず手に入りやすいベリレアなのでぜひ集めておきましょう。こいつがスーパーレアだったら確実に安全円コースでした。皆さんはどう思いますか？事前にこの事態を見抜けたでしょうか？ぜひコメントで教えてください。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。